はい、こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはパタゴニアのダスパーカーでございます。毎度おなじみダスパーカーですね。お客様は古着でお求めになったそうなので、いつ何がついたシミ汚れなのか分かんないと、過去にどんなメンテナンスをしたのかも分からないと。たださすがにね、いくらその古着でお求めになったとはいえですね、今のこの状態ではちょっと着られないぞというぐらいの汚れ具合でございます。今袖映してるんですが、あとは全体が汚れてます。お客様も全体というふうに認識しております。ただね、その使用感的なところで言うと、その裾のドローコードがね入っているところに、傷穴が開いてたりもしないし、ドローコードのそのプラスチックパーツもストッパーですね、ストッパーも何ら問題ないですし、あとはそのリブのテンションも、まあキツキツではないにしてもですね、ゆるゆるでもないというような状態でございます。あとはね、その生地が破けているとか、傷があるとか、穴が開いているなんていう風なのも、ちょっと今のところ短時間で検品した感じではないですね。あとね、フードにねちょっと嫌な感じのシミがついてますね。これです。でお客様は血液なんじゃないかなんていう風におっしゃっておりました。あとはフードのこの前の部分、すごい汚れですね、ここも。あとは顎が当たる部分、この辺もだいぶ汚れております。中古でねお求めになって、でそこそこしたんじゃないかなと思うんですが、でもさすがにね、使用感であったりね、そういったものは仕方ないにしても、汚れ、シミ、匂いに関してはなんとか綺麗にしていきたいなというふうに皆さん思いますよね。ご安心ください。完璧なメンテナンスをするとですね、手間はかかりますが、見違えるように綺麗になるんじゃないかなというふうに思います。またその見違えるように綺麗になるまでとことん手間をかけたいなというふうに思います。シミが取れなければどん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 シミ抜きを強くしていくとか、洗浄力を変えながら何度も全体修理をしていくというふうなことになるんですが、何も望ましくない変化を生じさせることなくですね、シミ汚れきれいにしたいなというふうに思いますね。ダスパーカー毎年リリースされるんですが、お色であったりデザインであったり切り返しで色が違っていたりとかね、いろいろこう年代によって違うんですよね。だからその今はもう古着でしか買えないというふうなカラーリックがすごくこう人気だったりするんじゃないかなというふうに思います。多分このお色もですね、なんとかかんとかっていうきっとお名前があるんだろうなというふうには思いますね。でお好きな人はダスパーカーでこの色を着ていると、あ、大体何年ぐらいのモデルだななんていうようなことがねもう分かっちゃうんじゃないかなっていう感じです。非常に、ね、大きいサイズですね。L サイズです。 L サイズでかいですね。もう XXL ぐらいのサイズ感じゃないかな。でも中にねたくさん厚手のものを入れられるしね、寒い時は最強なんじゃないですかね。いいですね。はい、綺麗に仕上がりましたよ。パタゴニア見てください。袖の黒ずみなんかもねすっきりと綺麗にできました。こんな感じね。こっちもパタゴニア製品は環境をすごく意識していて、水洗いできないものはないんじゃないかなというふうに思うんですよ。つまり水洗いができないということは、ごめんなさい、水洗いができるということは全部家で洗えるよというふうなことなんですよ。でこんな大きいものは家の洗濯機では洗いづらいなというふうに思ってらっしゃる方はいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、でもねコインランドリーでだって洗えるわけですよ。コインランドリーもそのプロ用の大きい洗濯機を借りるというふうな、借りて洗うというふうなところで言えばですね、結局洗ってるのは、機械が洗ってるんですが、自分で持ってって自分で洗濯機に投入してですね自分で洗うというふうなことなので、そういったメンテナンスができるアイテムでございます。ただ、洗えるときれいに洗えるでは雲泥の差がございましてね、結局きれいに洗うには、これ汚れがひどいものをきれいに洗うにはね、手間をかけるしかないんですよ。でもその手間のかけ方が分かんないとか、どのやり方が一番その適切な手間なのかというふうなことにね
プロの仕事という風なのに差があるわけなんですね。フードのなんかちょっと色の段差ついていたのもすっきり綺麗になってますし、ちょうどねこの辺の汚れもすごくすっきりしてますしね、あとお腹の部分であったり全体的な汚れが綺麗になりまして、これ古着なんですかという風な、古着だという風なことを感じさせないようなね、綺麗で清潔な状態にできたと思います。使用感なりのねその生地のこう古さもそんなに感じないですが、まあ、パッと見デザインとかお色を見ただけでね、これはいつぐらいのモデルだっていうふうなことが分かるのがパタゴニアのダスパーカーなんじゃないかなと思いますと、この年代のものでこのコンディションってすごいねっていうふうに思っていただけるんではないかなと思います。全てのパーツが揃ってますし、ドローコードのテンションとかも全く問題ないですし、ドローコードのストッパーのパーツも問題ないですしね、これはお宝になるんじゃないかなというふうに思いました。それではまた次の染み抜きでお会いしましょう。武田クリーニングでした。